こんにちは、日野です。今回はこれがですねメルマガの記事を、音声でね少しフォローアップしながらお伝えできればなということで、今ダイレクトメールを毎月毎月書いてるんですけれども、そのダイレクトメールの音声通信っていうのを、取っていってます。でそれと同じような形でメルマガに書いた記事を音声にね少し変換してでお伝えできたらいいんじゃないかなと、一つ記事と音声と両方同じようなことを、言っていながら少しね音声で補足しているっていうようなものになればいいかなということをね思って、これをしてみようと思います。これはどこまでできるかっていうのは分かりませんけど、毎日はちょっと無理だと思いますけども、時々これ音声でも喋ろうかなっていう時に伝えてみようかなというふうに思っています。できるだけコンパクトにね、ダイレクトメールの音声通信の方は1時間超えている場合も多いんですけど、これは、せいぜい 4、5 分でコンパクトに抑えられるかなというふうに思っています。でこれはですね2017年の6月のこれは19日のメルマガなんですけれども、タイトルはついにベールを脱いだ驚異の抗酸化力を持つ幻の菌のことを三浦社長が滋賀に再びっていうタイトルで書いています。でこの6月19日の2日前に土曜日だったんですけれども、大阪で熊本物性の会議がありました。でこれは毎月ほぼ1ヶ月に1回かもしくは2ヶ月に1度ぐらいのペースで大阪で会議をしているんですけれども、その時に熊本物産屋っていうものをお店がありまして、そこを中心にちょっと集まっている会議があるんですね。でそこにはいつもメルマガで書かせていただいている水の子の上村会長も毎回参加していただいて、でいろんなお話も聞かせていただいているんですけれども、今回ですね上村会長からあったのは、その毎年毎年新玉ねぎ、桜玉ねぎっていうのを作っていただいて、これが非常に好評なんですけれども、この桜玉ねぎ、無農薬の玉ねぎを使って玉ねぎ粉っていうのも作ってもらってるんですね。でこの玉ねぎ粉っていうのはもともとですねテレビで放映されたんですけれども、玉ねぎを皮をむいて干して、でそれを1週間置くと玉ねぎの成分、一つの成分であるケルセチンっていう成分が非常にこう濃厚になる、ケルセチンの量が約4倍になるっていうデータが出て、それがテレビで放映されたんですね。でそれでケルセチンっていうのはその血管拡張作用みたいな効果があって、ケルセチンをしっかり取ることで血管が、いい状態になると、血管の若返り効果があるっていうのが、注目されたんですね。でそれによって玉ねぎっていうのも注目されたわけですけれども、そのケルセチンっていう量を4倍ぐらいにアップする、そのやり方っていうのをですねこの水の子会の方でしていただきまして、実際皮を剥いて全部玉ねぎを干すんですね。でそれを1週間かけて天日干ししていただく、でその後さらに乾燥をかけて粉末にすることによって、このケルセチンの量がですね生換算の約250倍ぐらいになるっていうねことが実際データで分かったんですよ。ですからこれはすごいということで、その玉ねぎの顆粒状のものにしたものがあるんですけども、これを玉ねぎ粉っていう商品で水の子さんの方から販売していただいてるんですけども、これがね非常にいいと、旨味成分がギュッとこう詰まっているので、これをこの顆粒状のやつをスープとかに、していただくだけでもね非常に美味しいですし、料理とか煮物とかいろんなものにこう使っていただくことで旨味がすごくアップするということで、もう発売して2年ぐらいになると思うんですけれども、非常にお客さんにもね喜んでいただいている商品の一つなんですね。でこのケルセチンっていう量が非常に濃厚に詰まっていますので、この玉ねぎ粉っていうのを料理に使っていただくことで健康もね非常にいい状態を維持していただけるんじゃないかということで、作っている商品があるんですけども、この玉ねぎ粉っていうのをですね今年はたくさん作れたということで報告がありました。で去年の大体2倍ぐらいの量作れてるっていうことなので、
一番初めの年は量が少なくて途中でこう欠品してしまうということもあったんですけれども、今年はかなり作れたそうなので、割とこれで途中で欠品するっていうこともなくね、使っていただけるんじゃないかなというふうに思っています。で、この玉ねぎ粉、玉ねぎ粉含めて玉ねぎを作っていただいている水の子会の農家さんがあるんですけれども、この玉ねぎ農家さんが軒並みですね、そこにそこのご家族の、子供さんたちがですね、非常にいい成績で、高校に進学されたり、いい高校、いい大学にこう進学されているというのが結構有名でですね、これは玉ねぎの効果じゃないかっていうことがね、こうまことしやかに、実際そうだと思うんですけれども言われてるんですね。で、これは実際その玉ねぎ農家さんは毎日どんぶり鉢にたくさん玉ねぎを食べてるそうなんですよ。こうすりおろしたり刻んだりして、でそれを毎日毎日食べているのもあって、どうもね、玉ねぎ農家さんの子供さんたちは実際秀才が多いというのが、これ本当に有名なんですね。で、これは実際玉ねぎ効果じゃないかっていうことで言われていると。だから僕自身もこれをね、早く知っておけば、玉ねぎをねガブガブ食べて、でいいところにね、もっといいところに、東大とか行けたんじゃないかなということをね、密かに悔やんでるんですけれども、でもね、別に大人もまだまだ、これからねしっかり召し上がっていただくことで、おそらくその血流の良さ、血流がいい状態になりますので、脳の血流とかもいい状態に保てる。でそれによって、これはね、予防効果がある、こういう効果があるっていうのはもちろん言えないんですけれども、ただ認知症とかそういう対策、予防対策にもなるんじゃないかなっていう感じがしてるんですよね。で実際そういう効果も期待できるんじゃないかというふうに僕自身は感じています。で、そういうことで、玉ねぎ粉っていうのもね、ぜひこう常食していただくといいんじゃないかなと。玉ねぎをもちろん食べるっていうのも、非常にいいと思うんですけれども、この玉ねぎ粉っていうのも非常に気軽に扱っていただける料理になりますので、一つね、こういうのもうまく活用していただければというふうに思っています。でそれとあともう一つ、ハスの力粒っていう、これも水の子さんから出ている商品なんですけれども、赤根レンコンっていうね、これも非常にこう珍しい古代種のレンコンがあるんですけれども、この生命力のある古代種のレンコンを粉末にして、でしたもの、高蓮って言われているものですよね。この高蓮を、ハスの力粒っていう名称で出していただいているんですけれども、これも粉末にすることで、そのレンコンの、その成分、活性度が10倍ぐらいにアップするっていうのが分かってるんですね。ですから非常にこういい粉になってるんですけれども、この玉ねぎ粉とそれからこのレンコンの粉末、これを僕はですね、スーパーミラクルパウダーということで言ってるんですけれども、この2つをね、常食していただくことで、人体によりいい影響を与えてくれるんじゃないかなというふうに思っています。非常にこういう素晴らしい商品をね、作っていただいてるっていうことは、僕自身ありがたいなって思うんですよね。でこういうのをお客様のところに、届けることができると、それは大変ありがたいなと思うし、嬉しいなっていうふうに思っています。で今回ですね、その熊本物産屋の会議でもう一つこれをね、調味料の一品に加えていただくと、非常にこう素晴らしいもの、素晴らしい効果があるっていうものがついにね、出てきております。でこれが今回発表されて、実は去年ぐらいからその商品については聞いていて、早くねこれ商品化されないかなっていうことをずっと僕自身も心待ちにしてたんですけれども、ようやく出来上がってきたということで、それがですね、キノコの一種なんですけども、幻のキノコということで、僕自身は正直聞いたことがないキノコだったんですけれども、出てきまして、でこれがどういうキノコかっていうと、ちょっとね、覚えにくいんですけども、コプリヌスっていうキノコになります。コプリヌス。別名ササクレヒトヨダケっていうね、キノコなんですけれども、ササクレヒトヨダケと、ヒトヨダケっていうように、ヒトヨで、溶けてなくなってしまうということで、これ実際映像を見ていただくと分かるんですけれども、本当にあっという間に、傘がこう開いたと思ったら黒くなって、最後はポタポタと
もう溶けて落ちてしまうというものなんですよね。だからそのわずかの瞬間、その溶けてしまう前に収穫しないといけないんですけれども、まあ、このコプリヌスっていうキノコが、この成分がですね、すごい成分、抗酸化力の成分を含んでるっていうことが分かってきて、これはですね、ビタミン E の約7000倍ぐらいに匹敵する抗酸化力があるっていうふうに言われてるんですね。で、これは、成分の名称としては、ちょっとこれもね、難しい名前なんですけども、エルゴチオネインっていうね、成分になります。これが抗酸化力の成分、アミノ酸の一種の成分なんですけれども、エルゴチオネインっていうね、成分がさっき言ったようにビタミン E の7000倍ぐらいの抗酸化力があると。この脅威の抗酸化力が、このコプリヌスっていうキノコの特徴なんですね。で、まあ、これはですね、非常にね、まあ、すごいなと思っているんですけれども、まあ、それが一つ、このメルマガにも書いたんですけども、エピソードの一つとして知っていただければなと思ったのが、ピリーダンの三浦社長っていう方がいらっしゃるんですけれども、これは運命のボディーソープで非常にこうお世話になっている、そのピリーダンさんの商品いろいろあるんですけども、運命のボディーソープが特にね、こう有名でたくさんの方に使っていただいてるんですけれども、まあ、ここのピリーダンの三浦社長がですね、京都に来た時、もともと会社は今佐賀県にあって、そこから京都に出てこられて、いろいろ京都のその福本社長っていう方と打ち合わせをされたんですけれども、その時に、このコプリヌスのだし汁をね、いただいたそうなんですね。で、それを飲んで、で、帰り車で来られていたので、京都から佐賀県までね、出て京都に夕方出て佐賀県に10時頃着いたそうなんですよ。で、通常であればそれだけのね、かなりの距離になると思うんですね。僕自身も京都から佐賀って、そのぐらいの長距離って運転したことはまだないんですけれども、一度ね、滋賀県から山口県まで行ったことはあるんですけど、そこに匹敵するぐらいの多分距離になるんじゃないかなと思うんですけど、6時間7時間、下手したら8時間ぐらい多分かかる距離だと思うんですよね。で、そこの帰り道、ほとんど三浦社長は一人でね、運転されたそうなんですね。社員の方が一緒に乗ってたんですけれども、運転できるのは三浦社長一人だったので、一人で運転せざるを得なかったと。で、結局一人で運転して帰ったんですけれども、その時に非常にね、体がいい状態が続いてたと。普通であればもう疲れてぐたぐたになっちゃうんですけれども、帰っても非常にこういい状態で、疲れがほとんどなかったそうなんですね。で、それに驚いてですね、その後三浦社長はすぐにこう着いた後に京都のその福本社長に電話してですね、すごいこのキノコがすごいですねっていうことで、それで絶賛していただいたという、そういうのもエピソードがありまして、これはすごいんじゃないかなということをね、三浦社長も実感されたそうなんですよ。で、福本社長っていう方も、ブラジルに会社があるのがあって、よく日本とブラジルを往復されてるんですけども、そのブラジルまでの道中をね、飛行機使ったりして非常にこう長時間なんですね。で、その時もやっぱりこのだし汁を飲んでいくと全然ね、疲れ方が違うと、疲れにくいというのを感じて実感されているそうなんですけれども、そういう抗酸化力のおかげで人体に、この疲れにくいというのか、非常に体のいい状態、パフォーマンスを維持できているというのが実際あるそうなんですよね。ですから、こういうエピソードを聞いて、あ、これはすごいなと、非常にこう僕自身もね、試してみたいなっていう今思いで、います。で、一応間もなく入ってくる予定なんですけれども、ちょっと生産分がですね、生産量があまり今回はなかったと。確か全部で1400袋か何かぐらいしかできなくてですね、これたくさんのやっぱお店が扱いますので、そうなってくると数が、多分あんまり行き渡らないだろうなっていうことで、今回生産が終わると次は多分来年ぐらいにしかできないそうなので、ちょっと一部、そんなにこう量、たくさんの量はお届けできないなと思うんですけれども、一応出てきたらですね、またご案内できたらと思っていますので、このエルゴ、ちょっとね、名前がエルゴチオネインっていうね、その抗酸化力を持つ、何でしたっけ、
キノコの名前、これがねまた覚えにくくて、コプリヌスっていうね、コプリヌス、これをもう少ししたらね発売させていただけると思いますので、まあ、その時はねまたご紹介できればと思っています。で、まあ、これ収録しているのが2017年の6月19日、そのメルマガを書いた日なんですけれども、少し前にエビリーダンの三浦社長からもお電話がありまして、で今年の4月に滋賀県に来ていただいて、店でもオーガニッククラブで講演会をさせていただいたんですけれども、7月にもねまたこちらの関西に来る、来る用事があるということで、その時にぜひね滋賀県にまたお邪魔したいということで言っていただきまして、7月の10日月曜日10時からこれも三浦社長の講演会ということでさせていただきますので、またね参加できる方はぜひ来ていただきたいなというふうに思っています。今回もまたいろんなね見ていただきたいものもあるそうですので、まあ、僕自身もね非常に楽しみにしていますし、三浦社長のお話自身がね非常にこう楽しいんですよね、聞いてて、で聞いてるだけで元気が出てくる、そして何かパワーをいただけるような気持ちにいつもなれますので、非常にこう明るい方で、まあこう超能力的なね、まあ、能力というのか、目に見えないものが見える方で、非常にまあ超能力を持っている方でもあるんですけれども、まあ、この三浦社長にいろいろとねまた今回お話しいただけると思いますので、まあ、ぜひ7月10日月曜日10時からということで、来れる方は来ていただければなというふうに思っております。でその会議の日はですね、終わってから、夕方夜にかけて、その上村会長とか福本社長を含めて、僕のようにねこう自然食をしているお店をしているメンバー10人ぐらい集まってですね、近くのお店で、まあ、飲みながらねまたお話をさせていただいたんですけれども、まあ、そういう集いっていうのも非常にいいなと思って、またその場でいろんな、ざっくばらんなねこうお話がいろいろ聞けてですね、で上村会長もですね、まあ、非常にこう苦労されていると、今はこう順風満帆で大成功している方に見えるんですけれども、非常にこう厳しい時期がやっぱりあってですね、やっぱりその成功されている方っていうのは振り返ってこうエピソード聞いてみると、もうどん底の時期とかどうしようもない時期っていうのがやっぱりあるんですよね。でその上村会長も本当に苦しい時期っていうのがあって、有機農業をしたもののやっぱりこう周りから村八分にされて、誰も相手にしてくれないと、そして、農家仲間からもこう村八分状態にされてしまうと、無視されてしまうっていう状況があって、しかもお金にならないっていう時期があったそうなんですね。そして家族もいて養っていかなくてはいけないけれども、目の前にもう500円しかないっていう状況もあったそうなんですよ。でこの500円を見て本当にどうしたらいいのかっていうね、まあ、そういう途方に暮れるような時があったそうなんですけれども、もう今日の生活、明日の生活がままならないっていう時があったそうなんですね。まあ、それでも、この有機農業一筋にねやっていこうと、それがもう折れそうになって、心が折れそうになって、やめた方がいいんじゃないかと、家族のことを思えばやめて、本当に普通の農業をまたねやるとか別の仕事をした方がいいんじゃないかっていう時があったそうなんですけれども、その時に奥さんにねもうやめようかなということを打ち明けたら、自分がねそのやってきたことをそんな簡単に諦めるのかみたいな、まあ諦めるのかっていうか、そんな簡単に諦める必要はなく、その自分のね信じた道を、進んでくださいみたいな、まあそういうふうに言われたそうなんですよね。で奥さんのその信頼後押しを受けて、で頑張ろうと勇気で、やり続けたそうなんですね。でそれによって道が開けて、今非常にこう大成功されている方なんですけれども、だからそういう奥さんの支えもあってですね、今非常にこういい経営をされている。で、まあ、そういうこともあって、まあ、僕たちその店もですね今ご縁がずっと続いて支え続けていただいてるんですよね。で僕たちも非常に苦しい時期があったんですけれども、まあ、その苦しい時に上村会長がずっとねこう支え続けてくれたと。上村会長自身も非常にこう苦しい、お互い苦しい時期ってあったんですけども、その時に離れることなく支え続けていただいたっていう、まあ、ご恩がねすごくあるんですよね。それもあって僕自身は非常に尊敬してますし、
この水の子会の素晴らしい商品をこれからもね進めて、一人でもご縁のある方に広げていきたいなっていうことを、思ってるんですよね。で、物がやっぱり素晴らしい。で、本当の商品を作っていただいてる。で、農産物だけじゃなくてイグサもそうなんですけれども、イグサを次世代にね残すべく伝えていた作っていただいているということで、まあ、こういうものを含めて、この水の会の商品というのをねどんどん僕自身はご紹介していければというふうに思っていますので、まあ、その経営者としてそして人間としてね非常にこの上村会長っていうのも尊敬している方なんですけれども、まあ、この上村会長も、実は7月の2017年の7月の28日金曜日ですね、午前中に、講演会としてこのお店でさせていただくことになりましたので、7月の10日それから28日上村会長と三浦社長に来ていただけるということで、まあ、楽しみにねこれもしているところです。ということで、ちょっとねすいません、このメルマガのことを喋り出したら長くすいませんなってしまって20分をもうすでに超えていますので、まあ、このあたりにしようと思うんですけど、まあ、これからこういう形でメルマガに書いたことを少し立体的に音声でも お届け、ね、できるようにしていこうかなと。毎回毎回ではないですけど、まあ、時々、また過去のメルマガの記事をこういう音声に立ち上げていってもいいかなというふうに今感じています。ということで、長くなりましたけれどもね、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。